おはよう。本番の日来てもたね。昨日よく寝れた？そんなわけないか。顔めっちゃこわばってるやんか。大丈夫？よしよし。緊張って悪いことだと思えへんけどね。だってある程度必要なんじゃない？頑張って証拠でしょ？失敗するかもーって思っちゃうから緊張すんだよね。ねえ、何緊張してんの？話してみよう。なるほどね。まあ、君が言ってることも一理あるかな。でもちょっと考え方変えたら、なんか、もっと気が楽になるかも。一つ目が、本番うまくいくか不安って言ってるけど、まあ、やること全部さ、完璧にこなさなくてもええやんとか言って、僕も結構完璧主義者みたいなとこあんだけどでも実際そんな必要ないんちゃうかなって頭の中で思ってるよ。で、完璧にできる人なんておれへんからさ、そんなうまくできちゃったら面白くないんだよ、きっと。誰でも大事な場面で失敗しちゃうってことはあると思うよ。そう言われてもって感じなんだろう。どっちかっていうと、失敗してからした後の方が大事なんじゃないのって思うかな。なんか、間違えちゃったって、ちゃんと振り返って、次同じことやるってなったら、どうしたら失敗しないかなって考えてさ、で、こうやったらうまくいくなっていうのを実行して、したら多分前に進むと思うんだよね。失敗すんのってとっても怖いんだけど、でも次どうしたらもっとよくできるかなっていう心持ちが大事なんじゃないかなって思うよ。二つ目が、失敗して笑われたら恥ずかしいってそうだよね。他人を気にすんなっていうのは簡単だけどさ、難しいよねでも自分なりに真剣にやればいいと思うんだよね。なんか一生懸命やってればさ、伝わる人はきっと分かってくれるっていうか、そういう人には伝わるからさ。なんか人のことをバカにするやつに限って、なんか結局失敗してそのまんまにしたり、何もできなかったりね。最悪なのは何もしないことだと思ってんだよね、僕は。何もしないってめっちゃ楽なんだよ。当然失敗もしないんだけど、成功もするわけないもんね。でも君は頑張ろうって思ってここまでやってきたやろ。そうやって自分しっかり持ってやりたいことをやる、その時点でめっちゃすげえことだなって思うよ。まあ、意外と他人って自分が思うより人のこと見てないからさ興味あるものばっか見ちゃうから、人間って。だから大丈夫だよ。3つ目、最後ね。なんで緊張なんかすんのって言ってたけど、緊張しない人とかいないと思ってて、めっちゃ成功してる人も絶対いろんな場面で緊張してるはずなんだよね。でも成功してるから、あの人とか全然緊張してないじゃんって思うかもしれないんだけど、僕らが見てないとこで凄まじく人の2倍も3倍も10倍も努力してるからだと思うんだよね。僕は別に自分がめちゃくちゃ成功してますねとか思ってないんだけど、それでも頑張って何か練習とかしてさ、で人前で話すとかってなったらめっちゃ緊張するよでも本番前は絶対うまくいく。今日の夜にはお酒飲んでヘラヘラしてるなとかバカなこと考えてるよどうやろ、考え方ちょっと変えるだけで、ああまあでも言われてみたそうかもって思えへんかった思ってはい、今日の本番って誰のためのものなんだろう。君のためだよね。全部終わったら自分のことたっくさん褒めてあげて、それで満足できたらいいじゃん。人生とかまあ多分一回だけだしさ、楽しいって思うことも辛い悲しいって思うことも数えきれないほどあって、その中の一つなんでしょ今日ってだから僕はまあどうせ死ぬしなとか思ってるよ。死ぬ時に楽しかったなーって思えたらよくない？失敗してもさ、その瞬間は失敗したって思うんだけど、めちゃくちゃこれから死ぬまで生きていく中でさ、その失敗が本当に君の人生の中で失敗だったかどうかなんてわかんないじゃん。それが大成功するまでの第一歩かもしれないわけでしょ。だからもしかしたら正解なのかもしれないよね。大事なのは後悔しないように全力で頑張れ。それだけだと思うよ。大丈夫だよ。うまくいくから。だって寝る間も惜しんで遅くまで頑張ってたじゃん。いっぱいいっぱい練習して。何も知らへんと思ってた？ちゃんと見てるやんか言うたやろ？見てる人は見てるの。まだ緊張してる？じゃあ口元手のひらで隠してよおまじないだよ。本番の直前になったら手の甲見て、今の思い出せやん。したら緊張ほぐれるよ多分なんで口にしないのって？全部終わるまでお預けだよ。ご褒美じゃんほら、もう時間だよ。胸張って自分のこと信じてあげてね。大丈夫だから。一緒におれへんけどずっと考えてるからね。いってらっしゃい。頑張ってね。